余裕しゃくしゃくだった鋼鉄の魔城に対して人類の反撃が始まるか。 K-1 チャンピオンの登場です。タケルコールに背中を押されたこの男、26歳のタケルの登場。人気の格闘イベントクラッシュの58キロ級の初代王者でもあります。さあタケル、このグリップ簡単にはこの丸太を離しません。高校を卒業した後にプロの格闘家を目指し、2010年故郷鳥取の米子から上京いたしました。あっと危ない、なんとなんとキックボクシングのタケルがヘッジホッグに捕まってしまった。いや悔しいです。もうイメトルではあそこまで行ってたんですけどね、ファイナルまで。はい、ボタンを押すギリギリのところまで行ってたんですけどね、イメトルでは。しかし、いやちょっと次、テレビで見た次もう一回出ます。に憧れ空手を始めました。ちょっと引っかかりました。高校からキックボクシングに転向、まさかのヘッジホッグの餌食。いやちょっと早く、大丈夫？うまい。教えてもらった。ちっちゃい頃 K-1 を見て K-1 ファイターになろうと思ったんですけど、それと同じぐらいの時からサスケもずっと見てて、 K-1 で有名になってサスケに絶対出てやろうっていう、 K-1 の世界チャンピオンになろうっていうのと同じぐらいその目標があったんで。初 K-1 2階級世界王者でもあります。タケル初のファーストステージクリアなるか。前回はまさかのターザンロープでのリタイアでした。そしてタックル、240、300、320、合計860キロのタックルを押す。押していく、ちょっと苦しいか。体重63キロのタケル、860キロ押し込んだ。さあそして足の疲労やいかに反り立つ壁。さあ自身初のセカンドステージへ向けて、ここで脱落したくはないでしょう。サスケを KO すると意気込むタケル、いった、タケルが行きました、反り立つ壁。さあ因縁のターザンロープ、前回はここで着水しました。さあどうだ、慎重に行きました。残りは20秒、ランバージャッククライム、登っていく登っていく、勝利へ向かってランバージャッククライム登っていくタケル。さあ自身初のファーストステージクリア、セカンドステージ進出、やった、リベンジ達成。12秒53を残してタケルがファーストステージ人生初のクリアです。嬉しい。さあ下りの衝撃のしかかる、いいぞいいぞ、ここは何か掴んだようだ。タケル K-1 2階級世界チャンピオン、見事にやっつけました。さあスパイダーウォークだ、乗り込んでいく。さあ大ファイター、落とされないように操って操って着地、フィッシュボーンです。22本のポール、いつも相手にしているサンドバッグがあった。タケルがなんということでしょうか、フィッシュボーンでリタイア。まあ、サスケ出場するにはやっぱこう K-1 世界王者っていう肩書きを持ってやっぱサスケに出たいんで、だから余計にこう負けられないっていう気持ちもあるし、チャンピオンじゃなくなったらサスケに出る資格もないかなと思ってるんで。はい、持って、あ、両足で立つ、
早く行っちゃって、1本目はもう早く行って、もっと早く、もっ、止まんないの、え、よし、よし、うわこっからまた振らないといけないですからね。戻して。でもこれなるっすね。最後は順々です、ね。そうっす。すごい。コンディション的にはどうですか？あ、でも仕上げてきました。結構体重もちょっと落として、うん、気合と同じぐらいの体重にしてきました。サスケ仕様になってるので。そうですね。ケルさん、久しぶりのサスケに帰ってきましたね。はい、はい、久しぶりですね。やっと来れて嬉しいです。いかがですか、今の心境は？緊張します。もう前回出た時フィッシュボーンで落ちたんで、やっぱそこをちょっと慎重にいかないといけないなっていうのと、あとドラゴングライダーやってないんで、今まで初挑戦になるんで、ちょっとそこの部分は心配ですけど、ちょっと格闘家の身体能力でクリアしたいと思います。やっぱサード行ってこそ本物のサスケのメンバーになれるかなと思うんで、まあ、この90番の90番台のステッキもらったからにはサードステージ絶対行きたいと思います。さあもう一度超えてくれ、届かない、まさか、さあ3回連続リタイアっていうのはありえない、ありえない。新作動画続々公開中。チャンネル登録よろしく。